皆様こんにちは。円馬家電デベロッパー TV の時間がやってまいりました。本日も、1時間お送りしてまいります。今日はですね、デブキャンプリキャップ、どこで切っていいかわからないんですけれども、こちらと、モバイルタブレット向けウェブアプリの作成、その他新情報ということでお送りしてまいります。はい、今日もですね、私円馬家電テクノロジーズ藤井と、それから、高橋、はい、ですね、それから今日ゲストも、そうですね、ゲスト来ていただいていると思います。はい、はい、シリアルゲームの佐川です。よろしくお願いします。今日は高橋さんにいじめられるためにだと聞いております。いや、そんなことないです。安心してください。はい、前回のデベロッパーキャンプに参加された方でですね、私が担当したセッション何をやったかと言いますと、デルファイと C++ ビルダーを使ってウェブアプリケーションを作るんだけど、まあモバイルとタブレットで非常に旬じゃないですか。で、細川さんでウェブページとかをどうやって作ってらっしゃるか知りませんけど、デルファイで作ったこととかありますか？デルファイでは作ったことがあるといえばありますけど、ないといえばないですね。デルファイ、今から何年前、10年前ですか、デルファイ6とかデルファイ7の頃から、はい、ウェブアプリケーション開発用のフレームワークが内蔵されていて、さらにイントラウェブというものも付属していると、歴史の長いフレームワークがずっと搭載されているんですけども、今まさにですね、モバイルタブレット向けに非常に便利なものがさらに出てきました。今ご覧いただいているのは前回のデベロッパーキャンプで見せたセッションスライドとほぼ一緒なものなんですが、まずよく皆さんこのデルファイとか C++ ビルダーの既存のスキルをですね、そのまま活かして、さっき言った PHP を使いたいんだけど、時にもう PHP 分からないとかですね、もう PHP に型がないとか、ああ、そうですね、はい、でウェブのデザインは HTML を勉強しなきゃいけない、 JavaScript も勉強しなきゃいけない、また非常にハードルが高いので、私の実際のお客さんとかでもですね、非常にトレーニングとかコンサルティングで PHP でとか HTML5 ビルダーで言っても、実際にはまだ勉強しなきゃいけないので、できればデルファイとか C++ ビルダーで作れたらいいんですけど、とネイティブアプリケーションとして Android とか iPad で動くってわけではないんですが、同様なことはほぼ Web でもできるので、じゃあデルファイで、そういった時につい最近ですね、ここに書いてあります IWCG jQuery というイントラウェブ向けのプラグインが、つい 2,3 ヶ月ほど前にポルトガルにあるセントラルジェストという会社が突然なんかリリースされまして、彗星のことが現れてきました。本当です、うん、非常に活発に開発されてましてですね、バージョンは 1.3.1 と、うん、新機能を追加しながら、不具合修正しながら、いろんなバージョンに対応してものを出しています。まずですね、 jQuery という JavaScript のモバイル向けではないんですけど、ライブラリーをラップしつつですね、イントラウェブ上で使えるようにしたと。この jQuery、IWCG jQuery、難しいですね、イントラウェブセントラルジェスト jQuery スイート、イントラウェブっていうものと、もう一つモバイル、専用の、プラグインですね、これはモバイルスイート4イントラウェブというのが別個に売られてます。ただ一緒に買うと安いですよ。で、面白いのは、このデルファイ2007からデルファイ XE まで、もちろん C++ ビルダー、違う言語を使っても作ることができる。ここにスライドに出てるこういう画面のこのページは、まあ、ウェブページでありますけども、デルファイと C++ ビルダーで作れます。で、ボタンを押したら、デルファイのイベントハンターが呼ばれると。ちょっとこう気になるのは、XE3 がまだないということ。イントラウェブの Delphi XE3 向け、C++ ビルダー XE3 向けのイントラウェブというのは、ちょっと最初にリリースされたばっかりで、まだ安定というかですね、全バージョンの、前のバージョンのバグフィックスをしている状況なので、今日ご紹介する開発環境は XE2 向けです。で、イントラウェブは 10.0 から最新の 12.2 まで、サポートしていますので、いろんな ID といろんなイントロウェブのバージョン組み合わせてどれでもいける。もちろんここに書いてますが、有償ですので無料ではございません。ただしそんなに高いものではなくて 2,3 万ということですね。では実際どういうふうに作るかというのを、
ご覧いただきましょう。じゃあまずはイントラウェブのページを見てみますね。あ、これじゃなかった、失礼。違うものが来ました。これですね、新規に作成したイントラウェブのページがあります。でこれ真っ白系のページなのでビルドして実行すると。今ポートは80で動いてます。これあの画面全体が1個のウェブサーバーですね、はい、プロセスです。で最初からインストールされているウェブブラウザーもしくは Chrome などですね、もうちょっと待ってみましょう。あ、そう、画面が真っ白いからちょっと気づかなかったです。何もないですね。あ、びっくりした、自分でびっくりしました。で、ここにね、この中に、あの、例えば、エディットって置けるかなと。t エディット。置けないんですね。あの、イントラウェブ用のエディットがありますので、これ配置していただいて、画面作っていただいて、それは、あの、JQuery 使わない通常のウェブページになりますね。ただし、JQuery の、ページのようなものを配置して、エディットを配置して、で、ボタンを、この場でなんか色がすでに青っぽいから、なんとなく、でこのままですね実行するとどうなるかと言いますと、 jQuery ベースのウェブページなんですが、なんか別に普段見てるウェブページも変わらないですね。あの jQuery のライブラリなどをまだロードできないような状態なので、このメニューから jQuery のライブラリなどをインポートしてプロジェクトの配下に置きます。そうしますと、プロジェクトのエグゼファイルの下に www.root とか、これはあのイントラウェブのファイルをアクセスして返す。で通常の機能をそのまま利用しています。この中にですね、jQuery のライブラリーはもう本当にいっぱい入ってるんですけども、ほぼ考えられるあらゆるものが使えるようになっています。でもう一度実行してみますね。あ、これちょっと違いますね。さっきと同じですね、失礼しました。これあの実はテーマがなかったので、テーマを入れましょう。で、スタートというテーマです。で、これをスイッチャーを追加して、もう一度実行してみましょう。いいかな。自分でデモやってるの忘れてしまいました。申し訳ない。あのテーマスイッチャーっていうのは、まあ、見えてますけども、あの消すことも可能です。実際固定のものにしてですね使うこともできますので、まあ、ちょっとわざと見せてますけども、こんな感じで、うん、これあれですか、あのグラフィックなんですか、そのテーマのサムネイル、これですか、すべ、うん、てあのグラフィックじゃなくて、あ、これは多分グラフィックかもしれませんけども、うん、多分グラフィックだと思います。これは本当に一例で、例えばですね、先ほど見ていただいたこのペインというかリージョンですね。でこれ通常の皆さんよくご存知のパネルとか T パネルのアラインとかありますよね。これをクライアントにします。アンカーが使えますと。まあ、とにかく通常の GUI アプリケーションのほぼ同じでございます。
イントライブでも同じことはできるんですが、このようなあのテーマとかですね、カスケードスタイルシートを実際には自分で書かないといけないとか、ただ言った JavaScript、HTML5、カスケードスタイルシート、勉強しなきゃいけないこと山ほどあるんですが、まあ、それら全てですね、勉強しなくてもいいと。楽ちんですね。こんな感じ。非常に素晴らしい。じゃあ同様のことがですね、C++ でもできると。今度は、あとであの実際に実機で動かすデモをさせていただきますので、ちょっとしばらくですね、あのデルファイじゃないかか、あ、じゃあ C++ ビルダーじゃないかですね、我慢してください。これ、C++ 言語の C++ ビルダーのイントライブのプロジェクトです。で、最初真っ白系なんですけど、ここからですね、先ほど見たのは jQuery なんですが、今度は jQuery モバイルのリージョンっていうんですか、を入ってします。これはあのモバイル向けのページ1個分ですね。はい、だこの中に、はい、WCGJQuery モバイルボタン。今あの見た目はですね何も変わった感じはしませんけども、この場でできるというリスト、先ほど音があの途切れてしまった方々申し訳ございませんでした。今聞こえてるんでしょうか。今はい、リストビューで、アイテム、ここにポチ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 、この辺りはほぼですね GUI アプリケーションと同じです。で完全にあの再描画っていうのを毎回やってると遅いので、ね、こんな感じでリフレッシュのボタンを押すと表示の内容がその場でダイナミックに変わる。これをビルドして実行します。これ C++ ビルダーで作っております。リンクしてこうして出来上がるのが、よいしょ、まあ、シミュレーターで動かすのではなくて Google の、ね、Chrome で動かして、先ほど言ったようにですね、初期状態では通常のウェブページになってしまいます。でこの後ですね jQuery モバイルのライブラリーなどをですねウェブブラウザーがダウンロードできるようにフォルダーを生成してライブラリを送り込みます。今送り込んでちょっと固まってますね、まあ、大量にライブラリが送り込まれます、はい、でもう一度実行しますね。うまくいくと今度はこんな感じで、おテーマもですね変わります。テーマは HTML5 ビルダーで何度かデモしていると思うんですが、色をですね、はい、jQuery のボタンのオプションのテーマ、これを B に変えると、お、今変わる。で、この IWCGJQuery の面白いところは、面白いというのはちょっとそういう意味じゃないんですけど、ちょっと面白いのはですね、ボタンのイベントハンドラーはイベントのタブから普通に作れます。当たり前ですけども、よく見るとプロパティの中のボタンオプションプロパティの中にイベントっていうプロパティがあって、オン V、まあ、V っていうのはモバイル向けなんですけど、 V クリックで、この中にイベントオンイベント、イベントハンドラー書く場所が用意されていて、ダブルクリックすると生成する。不思議ですね。不思議ですね、はい、こんな感じですね。
イベントハンドラーはイベントタブで書いても一緒なんです。実際にはイベントタブでからも同じものが見れます。でもイベントタブ行かなくても、あの各種イベントはプロパティからも作れます、ね。まあ、こういうことできるんだな。それも別の意味で再発見。そうですね。あそこ T ノーティファイイベントとかになるとこうできるってことですか。突然現れたのでよくわからない。そういうことできるの初めて、あのプロパティの中でイベントを書いたという衝撃でした。このようにですね、あのモバイル向けのウェブページも C++ ビルダーを使って作ることができます。でイベントハンドラーに関しては AJAX の普通に使われてますので、使うか使わないかはもちろん自由に選べるんですが、そのほぼ完成した版ですね。まずはタブレット向けでは、ここでですね、今起動しているアプリケーションの画面から切り替えてですね、今見ているのはGoogle Chrome で見ているページですが、ダイアログなども出せます。モーダルダイアログです。例えばアニメーション付きのダイアログがあります。閉じると消えると、このようなものを作れます。でこれはデスクトップで見ていますけども、同じことがですね、あのタブレットからも行えます。今動いているのは iPad です。で Google の、失礼しました、 Safari が動いてまして、ウェブサイトにアクセスすると、ダイアログを押します。さすがにですね、これタイトルバーを掴んでドラッグはできないですけども、普通にダイアログボックスとして動作してですね、このような感じでキャンセルを押す。グリッドの編集画面、業務向けだと必ずグリッドっていうのは必要になってくると思うんですが、このように選んで編集してですね、あのダイアログボックスが出てきて、編集レコード編集するダイアログボックス、しかもですね、仮想キーボードに合わせて位置が変わると。それに追加するダイアログボックスが出てきて、もちろん拡大縮小とかはできますよ。まあサクサクですね、このように。例えばですね、非常に細かいんですが、ツリービューがあったり、タブの中にタブがあって、こんな感じですね。で色を変える、あーテーマですね、テーマを先ほど見ていただいたテーマ、まあ、こうやって手でこうやって動かして選んで変えると、こんなふうに全体色も一緒に変わると。このデモアプリはですね、あの AJAX の部分と AJAX じゃなくて全部画面を書き換える部分といろいろ用意されています。日付を選択するところまで色変わってますね。こんな感じで。ちょっとアップにしましょうか。今日を選んで、これはこうするしかないのかな。キーボードいらないですからね。で、このようにですね、あの iPad だと非常にサクサクとアクセスして、業務アプリが簡単に作れるなと。で、今度は同じものを Android で見てみましょう。Android のタブレットです。ウェブブラウザを起動して、この元々あるブックマークにあるアドレスを、しばらく時間がかかるかもしれません。あ、失礼。あのトライアル版今私使ってまして、あの同時接続が2までとかですね、若干限られてますので、あのうまくいかないことがあります。
開きましたね。あのこれシングルコアの Android タブレットの非常に非力なマシンなので、あの最近発売されている Nexus 7などだとですね、サクサクと見れると思います。あ、来ましたね。でご覧のようにですね、これスクロールしながら画面を出して、ネットワークも私は遅い線を使ってましてですね、標準が遅いですね。このページに行きましょうか。失礼、あ、来ましたね。これ Google マップのページです。で Google マップも HTML5 ビルダー同様にですね、 Google マップを表示するあのコンポーネントがあらかじめもう用意されてますので、本当にあのノンコーディングとは言いませんけども、簡単にですね作ることができると。ダイアログを出してみましょうか。はい、先ほど見ていただいたダイアログよいしょ。もうちょっと速いマシンを使え、速いタブレットを使うとよかったかもしれないはい、申し訳ない。アニメーションのダイアログですね。閉じます。ふわーって消えていくとこんな感じでですね、デルファイと C++ ピールダーを使ってイントライブの機能を使いますと、非常にあの HTML5、JavaScript、カスケードスタイルシートを勉強することなくですね、あのタブレット向け、あのモバイル向けにですね、最適化されたウェブアプリケーションを簡単に作ることができますし、Ajax にも対応しています。イベントハンドラーも記述可能ですので、どうぞですね、この機会ですね、無償ではないんですけども、一度はこのポルトガルにありますこのウェブサイト cgdevtools.com にアクセスしていただきまして、オンラインのデモも用意されてますので、ウェブサイト上からすぐさまあのもう稼働中のイントロウェブのサーバー を試すことができますので、ぜひですねこのページを見てみてください。はい、クイズですね。次ははい、残り時間が少なくなってきましたが、はい、今日はちょうどポスカーさんがいらっしゃるので、はい、もちろんデルファイのクイズでございます。クイズというか、で今日ご紹介するこのクイズはあのどこから来ているかと言いますと、参考書籍とかではなくてですね、あの私がよく見ているクオリティセントラルの方に外国の方からですね、これはおかしいとで苦情ではないんですけども、あのいただいた問題をですね、あの私が見てまして、じゃあちょっとこれをクイズにしようかなと。実際の例でございます。あの細川さんご存知だと思いますけども、デルファイという言語ライブラリはかなり面白いことができる機能の一つとして、コンストラクターを仮想化できるありますね、ご存知だと思います。でクラスのクラスというメタクラスというのもありまして、ネイティブ言語ならでは なのによくできるなという感心するところもあるんですが、その2つをガッチャンコしてクイズにしてみました。まず私がクラスを作りました。オブジェクト、まあ親クラスはオブジェクトなんですけども、コンストラクターとメンバー変数がございます。で仮想コンストラクターがありまして、ちゃんとご丁寧にですねコンストラクターの中1行目で親コンストラクターを呼び出しております。でその次はですね、あのストリングリストのインスタンスを生成してメンバー変数に代入しております。さあ使い方ですけども、ボタンをクリックしたりとフォームのオンクリエイトのイベントの中でメタクラスというのを先ほど紹介したクラスクラスを使ってインスタンスを作成して、メンバー変数のこの前クリエイトしただけですけども、そのカウントですね、いくつ文字列が入っているかをIntトゥストアを使って表示しました。これだとこの T クラスのメタクラスだけあればインスタンスを作成して、必要があればキャストして、非常にコーディングが柔軟になるかなと狙っております。さあこれを実行したりコンパイルしたりいろいろすると何が起こるかというのが選択肢でございます。まず1、この int to store show メッセージによって0と表示される。2、マイナス1、マイナス1って何でしょうか。ヌルポインター、マイナスの座標ですね、わかりませんけど。3つ目、アクセスバイオレーションで落ちる。4つ目、コンパイルエラーで、まずそもそもコンパイルできないという苦情だと。
さてどれでしょうかということですね。この T クラスっていうのはなかなか使う場面がないか、ひょっとしたら新しい RTTI を使っても同様のことができるのかもしれませんね。では回答に移りましょう。では、はい、では細川さんの方からのこれだと思う答えですね。これはちょっと難しいですね。普通に考えれば1だと思うんですが、何も入っていないものが、ただこのクラッツに対して T マイクラスを入れた時に、ちゃんとこの T マイクラスの RTTI が呼ばれているの、呼べるようになっているのかで、結果が変わってきて、まあ、高橋さんが出すので、ここは3番かなと。あ、3番ですね。はい。では、回答、正解発表に移りましょう。正解は、アクセス違反でございます。正解ですね。よかった。ちょっと高橋君悔しそうな顔してますけどね。ただしその理由ですね、アクセス違反、まあいろいろコードあります。どこでアクセス違反が起きてるかっていう話も一つあるので、実際のコードを見てですね、いきましょうか。先ほどと同じコードですね。オブジェクトのクラスを拡張したクラスがあります。実際に実行してみます。コンパイル通ります。あ、しかしもういきなり実行違反ですね。よく見るとですね、0000に対するリード違反ということは、なんかヌルを見ているかなと思いますね。まずどこに問題があるかということなんですが、先ほど説明したバーチャルコンストラクターっていうのは、バーチャルって書いてありますけども、バーチャルなので、本当はオーバーライドって書くべきなんですね。なんか細川さん笑ってますけど違ったということですか。本当はオーバーライドってことですね。でもこのままオーバーライドにするとどうなるかということですね。今度コンパイルエラーになってどうなるか、どういうことでしょう。そもそもメタクラスを使うときに、コンストラクターを見たかったときに、親クラスは T オブジェクトだと使えないという、はい、正解はですね、実際に書き直そうとすると親クラスは T コンポーネントになります、ね、でコンストラクターをオーバーライドするんですけども、ここにですね、こんな形で引数がいるんですね。そうですね、T コンポーネントの、はい、でこれだとコンパイル通るかな、ね、まあ、それもちょっと変なんですね。もう一度やってみましょうか。やはりおかしい、なぜだろうと。この T クラスを見ているところがよくないですね。ここは実は T コンポーネントクラスと、もともとこれ用意されていますにする必要があるんですね。でここでクリエイトするときには仮想コンストラクターは T コンポーネントのクラスのコンストラクター、これをオーバーライドしているということなので、引数に例えば何でもいいんですけども、オーナーを渡します。でこれで0と出るということですね。でコンストラクターが正しく生まれる。もともとの先ほどの問題文に戻りますと、このコードではですね、コンストラクターがそもそも呼ばれてなかったということです。なので、マイストリームにアクセスすると、フィールドがヌルなので、エラーが出てくると思います。よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。では、おめでとうございます。はい、また来週です。